麦茶は、殻付きのまま焙煎した大麦の種子を、茹でに出して、煎じたり、水で浸出して作った飲料である。麦湯とも言う。コップに入れられた、麦茶麦茶のティーバック麦茶の中身麦茶の中身日本においては、夏に冷やした麦茶を飲む光景が、風物詩となっている。大麦の収穫期は初夏であるため、夏の麦茶は新鮮で味も良い。冬でも温めて飲む場合もあり、 加温販売されることを前提としたペットボトル入り麦茶も販売されている。体温を下げることや血流を改善する効果が知られている。カフェインが含まれていないため就寝前や幼児が飲むのにも適している。砂糖や塩を入れて飲むこともある。熱湯で煮出すより水出しする方が抽出に時間がかかるものの雑味が少なくすっきりとした味わいになる。 麦茶の原料となる大麦は一般に六条大麦が使用されている。六条大麦の国内生産量1位は福井県であり、原炭制作に伴う米からの添削奨励によって栽培が広まった。麦茶は名前に茶とつくが茶の木という植物を使用していない。したがって抗議の茶に分類される。1986年には全国麦茶工業共同組合が 毎年6月1日を麦茶の日と定めている。麦湯は平安時代から貴族が引用していたとされる。以後、室町時代まで貴族が引用し、戦国武将にも飲まれた。江戸時代には屋台の麦湯売りが流行した。天保に書かれた観点天文記には、夏の夕方より、町ごとに麦湯という安洞を出だし、往来ラへ腰剣の鈴み台を並べ、 茶店を出すあり。これも近年のことにて、昔は中西なりとあるように、専門店である麦湯店も出現した。これは、麦湯の女と呼ばれる15歳程度の女子が、一人で食事も何もなく麦湯の実を4分ほどで売るものであった。なお、大麦の収穫時期は初夏であり、取れたての新麦を入るのが美味であるため、夏の飲料とされた。明治時代に、麦湯店も流行ると同時に、 庶民の家庭でも、イリ麦を購入し引用されるようになった。1945年まで日本の統治下であった、朝鮮半島においても、日本の麦茶が習慣として広まった。もともと、朝鮮半島では、飯を炊いた直後の焦げ飯がついたままの釜で沸かした湯、水乳を食後の口直しとして飲む習慣があった。現在の韓国では、炊飯器での炊飯が一般化し、 焦げ飯ができないため、水乳の代わりとして麦茶、あるいはトウモロコシ茶が広く飲まれている。昭和30年代に冷蔵庫が普及し、冷やして飲む習慣が生まれた。昭和20年代は麦茶を素焼きの壺に入れて、蒸発熱によって生ずる冷却を利用して、麦茶を冷やし飲んでいた。浄水道が全国的に普及する以前、夏場食中毒の用心から生水よりも、 湯ざましの引用が進められていた。そのため自然冷却した麦茶を子供に与えていた。麦茶を商品として売ることも広まり、昭和40年代には日本全国で麦茶の名称が一般的に浸透した。なお、名称は太平洋戦争前には東日本は六条麦を使用した麦湯、西日本は裸麦使用の麦茶となっていたという。 1963年に、日立ちや本舗が、大型コーヒー焙煎機を輸入し、それを利用して、麦茶の大量生産を開始し、同年に、日本初のティーバッグ麦茶が、同社から発売された。1965年に、水出しタイプとして、初のティーバッグ麦茶が、石垣食品から発売された。1978年には、初の容器入りリキッドタイプ。 1>, 1リットル紙パックタイプのチルド麦茶が乳業メーカー数社から発売された。1980年にはハウス食品が大手食品メーカーとして麦茶市場に初参入し、冷水用と煮出し用のティーバッグ麦茶を同時に発売し、1980年代には缶やペットボトル入りの麦茶が発売されたことによって規模が小さかった麦茶市場が発展して、 市場規模が拡大していった。その後、ポーションタイプの麦茶も発売されている。現代において、麦茶を家庭で作る場合は、粒状のものを用いて煮出すことは少なく、利便性、経済性が向上した煮出し水出し用のティーバッグを使用することがほとんどである。ただし、これらは粒状のものと比べて、香ばしさ、旨味、香りが落ちる傾向である。 また麦茶の性質上、リットル単位で作ることが前提となっており、また専用のボトルなどを用意する手間もかかるため、近年では手軽に飲める缶、ペットボトル入りや水に溶かして、数と分、内し数人分を作れる濃縮液タイプも利用されている。麦茶に類似したものについて、古代ギリシアの異性、ヒポクラテスによる治療法の処方文献に、 発信した患者に発芽した大麦の煎汁を引用させ、排尿量を増やすというものがあった。ギリシア語でプティサーネーと呼ばれた、この大麦煎油は、現役のまま、あるいは希釈やろかにより飲みやすくしたものが引用されたという。ティーンとは、ティーン、イコール脱国に由来する語である。後に、ラテン語のプテザナとなり、フランス語のチサネの語源となった。このか。 西洋では、戦時中、南方からのコーヒー豆供給が難しくなった、際の代用コーヒーとして、深入りした大麦を用いたこともあった。イタリアでは同様のものがカフェドルゾと呼ばれ、スペイン語圏では、アグアデセバダなどと呼ばれて引用される。また、コーヒー及び、茶の引用を禁じられている、モルモン教徒は、来日の際には会律に定食しない麦茶が重宝、されるという。 麦茶は、バクテリアの定着と固着を予防することが発見され、とりわけ虫歯や、歯周病など歯科疾患の主な原因で、心循環器の病気に関係すると言われる、ミュータンス菌の筋膜生成を阻害する。また、麦茶は、アルキルピラジンのレベルに比例して、血液粘土を低下させる作用がある。ありがとうございます。